ステレオラブは、1990年にロンドンで結成されたオルタナティブミュージックバンド。1980年代から活動をしていたバンド、マッカーシーのティム・ゲイン、フランス人ボーカリスト、レティシア・サディエールが中心となって結成。ポストロックの先駆者として1990年代を中心に活動をし、独特のアナログサウンドやミュージックビデオは数多くのバンドに影響を与えた。レティシアがフランス人ということもあり、フランス語の歌詞も多い。1970年代クラウトロック、ラウンジ、1950から60年代ポップス、さらにはジャズ、映画音楽から影響を受けている。モーグ、ビブラフォン、メロトロンなどを駆使し、コミカルなサウンドが多い。アルバム、ドッツ&ループス、ミルキーナイトでは、ボサノバやラテンミュージックからの影響が強い。歌詞にはしばしば政治的なテーマが盛り込まれた。ある批評家は、ステレオラブの歌詞は、マルクス主義を連想させるといった歌詞について、ティム・ゲインとレティシアは、シュルレアリスム、状況主義文化から影響を受けたという。1990年、マッカーシーの中心メンバーであった、ティムはマッカーシーを発展的解散させステレオラブを結成した。レティシアとは、マッカーシーのフランスツアー時に出会い、元チルズのベーシスト、マーティン・キーンと、トゥー、ピュアレーベルのフェイス・ヒーラーズのドラマー、ジョーディル・ワースを加えて4人組となる。1991年2月、デビュー EP、スーパー45を、自身のレーベル、デュオフォニックスーパー 45S よりリリースする。その後、トゥーピュアレーベルと契約し、以後、デュオフォニックとの両方からリリースする。1992年ファーストアルバム、ペンをリリース。メアリー・ハンセンが正式加入、その後 EP、スペース・エイジ・バチェラー・パッド・ミュージックを発表。初代メンバーであったマーティン・キーンとジョーディル・ワースが脱退し、ベーシストのダンカン・ブラウンと、元、マイクロディズニーのマルチ楽器演奏者、ショーン・オヘイガンが、新たにバンドに加入。1993年にメジャーレーベル、エレクトラレコードより、セカンドアルバム、騒音的美学の終焉をリリースした。18分にも及ぶ、ジェニー・アンディオライン収録。1994年サードアルバム、マーズ・オーディアック・クインテットでは、UK チャート16位を記録。人気シングル曲、ピンポン収録。このアルバムによって、ステレオラブを世界に知らしめたと言われている。1996年4月、トータスのジョン・マッケンタイアのプロデュースにより初めて、ハードディスクレコーダーを駆使した、フォースアルバム、エンペラー・トマト・ケチャップをリリース。タイトルは、寺山修司監督の映画、トマトケチャップ皇帝から取られている。また同年には、エイズ基金、レッドホットオーガニゼーションのためのボサノバコンピレーション、レッドホットリオでは、他の多くの音楽家たちに混じり、ジャズフルーティストの大御所、ハービーマンと一緒に、ワンノートサンバ、サーフボードワンノートサンバ、サーフボードを共演した。1997年フィフス、ドッツ&ループスをリリース。タイトルの通り、シンセループスを多用し、エレクトロ色の強いアルバムとなっている。1999年9月、ジム・オルークとジョン・マッケンタイアのプロデュースによる、アルバム、ミルキー・ナイトをリリース。オルークとマッケンタイアが1曲ごと交互に、プロデュースしている。ラテン音楽から影響を受けた今作は前作までの、コンセプトを大きく変えた作品となった。2000年5月、EP、マイクローブハンターズをリリース。2001年先行 EP、キャプテンイージーコードが発表され、ジム・オルークとジョン・マッケンタイア共同プロデュースによるアルバム、サウンドダストをリリース。この中の、ナッシング・トゥ・ドゥ・ウィズ・メは、クリス・モリスの TV コメディ番組、ジャムから引用した歌詞を使っている。また、長年在籍した女性キーボードモーガン・ローとは独自の、プロジェクトを進めるために脱退、この作品には参加していない。メアリー・ハンセン2002年12月9日、メアリー・ハンセンがロンドンで自転車を運転中、トラックと衝突し死亡する。バンドは、この突然の事故により、中心メンバーを失うという悲劇に見舞われ、残ったメンバーは心に深い傷を負った。追悼するメッセージが世界中のファンからバンドの公式サイトに届いた。アイスランド在住のファンは10月30日にレイキャビクでの公演を見ました。あの公演を思い出すととても悲しいのと同時に旋律を覚えます。メアリーの事故死はここ数年のロック史上で最も悲劇的な出来事の一つで、私は彼女のことをずっと忘れないでしょうと語っている。ブラジル在住のファンは、この喪失感は誰にもわからないほど大きなものと嘆き、オンタリオに住むファンは、あれほどまでに美しい人間が死んでしまうなんて、これ以上悲劇的なことはないと結んでいる。メアリーの葬儀は12/20、彼女の地元のオーストラリア、クイーンズランド州、メリーボロでしめやかに行われた。2004年1月、メアリーの死を乗り越え、活動を再開したバンドは、久々のセルフプロデュースアルバム、マーガリンエクリプスをリリース。左右チャンネルで別録音されている。なお、同年にエレクトラレコードが一旦閉鎖されたため、本作が同レーベルからの最後のリリースとなった。メジャー契約を失ったバンドは、古巣のトゥーピュアとワールドワイド契約を再び結ぶ。2005年、ティムの計らいで、かつてから好んでいたシングルリリースに、再び魅了され、バンドはシングルをリリースするようになる。2006年3月、そんな連続リリースを集めた、コンピレーションアルバム、ファブ・フォー・スーチャーをリリース。ライブの様子2008年、ベガーズグループの再編に伴い、トゥーピュアから 4AD に移籍。同年8月、もともとティムが作っていた70個もの小さなドラムループシリーズから作ったアルバム、ケミカルコーズをリリース。12月にはメンバーのジョーが中心となり、レティシア、シモン・ジョーンズらによるプロジェクトジュニアエレクトロニクスのレコードがリリースされる。2009年2月、5年半ぶりに来日公演を果たす。4月、突如バンドの活動休止がアナウンスされる CD のリリースなどは行うものの、バンドの活動はしばらく行わず、キャリア20年の歴史に一旦幕を下ろすこととなった。その後レティシアはソロ活動をスタートさせた。2010年、新作 Not Music のリリースが発表される。前作ケミカルコーズ制作中にできた未発表曲を集めたアルバムであり、同アルバムは11月にデュオフォニック及び、ドラッグシティよりリリースされる。アトラスサウンドや、ジ・エンペラーマシーンのリミックスが収録。レティシアが、ファーストソロアルバム、ザ・トリップをリリース。2012年7月、レティシアが、セカンドソロアルバム、試練誌をリリース。2014年9月、レティシアが、サードソロアルバム、サムシング・シャインズをリリース。2016年2月、ティムが、初期ドラマーのジョーディ・ルワースらとキャバーン・オブ・アンチマターを結成し、アルバム、ボイド・ビーツ、インボケーション・トレックスをリリース。2018年8月、コンピレーション3部作、スイッチ・イット・オン、リフライド・エクトプラズム、スイッチ・イット・オン、ボリューム2アルミニウム・チューンズ、スイッチ・イット・オン、ボリューム3が、リイシューされる。2018年12月、バンドは2019年にトランジェントランダム、ノイズバースツ・ウィズ・アナウンスメンツからマーガリンエクリプスまでの7作品をデュオフォニック UHF とワープレコーズからリマスターリイシューすると発表。2019年5月より10年ぶりの再始動となるライブツアーを行うと発表した。スタジオアルバム以外にも多くの EP やシングルをリリースしており、そのほとんどはコンピレーションアルバム等によってまとめられている。ありがとうございます。